渋ガチャ渋ガチャ言ってたな。俺も言った。だが今週の週刊 FP ガチャ渋ガチャって言ってた人全員節穴です。いました、最強選手。ご覧ください、この方です。ドメニコ・ベラルディ。いやね、ガチで強いんですよ、ベラルディ。当たった時もなんか見てね、あれ強くねみたいなね感じで言ったんですけど、これ見て、もうね、究極の万能、もう究極の万能です。でこれね、今週もちろん週刊 FP だからね、ライブアップで A なんですけど、これさ、好調とか引いたらもうヘディングジャンプ以外すべて、まあディフェンス能力はね、まあさておき、ヘディング、フィジコン以外すべて80台。やばくない？アートジャンプか。うん。やばくない？もうめちゃくちゃ強い。これね、俺いろいろ比較してみたんですけど、あのね、多分2列目からの飛び出し界隈。もう飛び出し界隈で、究極のバランサーです。もうバランスいい能力、ほんとに。これ比較してみますか。はい、早速ね。はい、じゃあデパウルとね、比べてみましょうか。これ見て。まあデパウルね、今週 A なんですけど、まあまあデパウルもね、相当強いですよ。ただ、ベラルディの方が、圧倒的にね、まあまあまあ、ディフェンス能力はね、ぶっちゃけ、2列目からの飛び出しいらないんで、もうこれ見て、ほぼほぼね、まあボールキープとか、ボールコントロールとかね、ちょっとまあ負けてるところはありますが、ほら、全体的にやっぱりね、バランスがいいんですよ、ベラルディの方が。で、プラスね、はい、ジェリニスキー、これ見てください。ほら、もうね、やっぱどっかがね、こう、ね、著しく能力が低かったりするんですよ。まあね、ジェリニスキーと比べるとやっぱり決定力が、圧倒的にベラルディの方が上。うん、6上だからね。これ明らかに強いでしょ、ベラルディの方が。ね、どうですこれ。で、まあ、守備能力とかね、もう、さっき言った通りね、いらないので、いやいやいや、ほら、明らかにベラルディの方が強い。で、他ね、まあ、ベンチ外でも比べますか。はいはい、2列目からの飛び出し界隈ね、比べていきましょう。あー、クライフ行きますか。クライフ。めっちゃ強いって言われてた、ハベルツより。明らかでしょこれ。まあこのハベルツはね、スパサブついてるんですけど、まあ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 、それを差し引いて思うよ。いや強いでしょう。いや完全にベラルディ大当たりだよ。うん、あとカカも2列目からの飛び出しか。さあ、ということでね、今日はベラルディを使っていきたいと思います。まあまあ、いろいろね、ごちゃごちゃ言うのはこれぐらいにしましょう。もう百聞は一見にしかず、見てください、これがベラルディの強さです。試合に行きましょう。さあ、ということでマッチングしました、よろしくお願いします。あーとね、ごめん、言うの忘れてた、相馬もね、当たったんですよ実は。あのコンピューター戦戦って、まあ、相馬当たって、相馬もね、まあ強いか、うおー絶好調、強いかなとは思っ、いや強くね相馬、やれそうな気がする。はいはいはい、まあ、相馬もちょっと使いましょうか。ただ主役はベラルディ、好調ね。はい、見てくださいと。はい、見て、ヘディング、ジャンプ、フィジコン以外すべて80台。ね、見てね、強いから。やばい、危ない、ぐわー。はいはい、あ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 、久々だな。ああ、なるほどなるほど。オッケーっす。ちょっと一旦ベラルディ忘れるね。うん。いいよ。はい、落とす、落とす、ベラルディどこだ。まあ、いや、とりあえずルンメニゲズドーン。まあ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 、とりあえず同点なんでね、とりあえず同点なんで、もう一回逆転したい、いけれ、さっは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 っ、ベラルディ、おいはいはい、いっちゃおうぜベラルディ、はい、飛び出せベラルディ、一回出す、よしよしよし、いいよ、こうする、いいよ、抜けるか、いいよ、ベラルディドリブルいいよ、打てるか、うわ惜しい。本当にね、ベラルディ欠点ないんですけど、唯一のね、欠点というかデメリットを挙げるとしたら、おい、いったねナイス、オーケー、初ゴールナイス。あ、ユーナスでした。一つ挙げるとしたら、ダブルタッチがないぐらいかな。ワンシューワンパスルーパスとかね、めっちゃスキルいいんだけど、唯一ダブルタッチだけを持ってないっていうね、そこぐらいかな。こっちね、オーケー、ベラルディ行こうか。お、どうしたんだ今の、あぶね、ベラルディいいね、取りに来てくれる。あー、ここだな。で、出せる、ベラルディナイス。え、マジでいいぞベラルディ。
お、チャンス。ベラルディいけるか？トラップスルーいける。ナイスナイス、バステン。ベラルディいくよ。はい、開けちゃったね。ワンシュー、ナイス。うわ、惜しい。くそー。お、あ、それはやっちゃったね、お相手し。はい、コンカも持ってます。オーケー、ゼーハンハットタレッカー消えた。あ、大当たりです、ベラルディ。お、ベラルディあるんじゃないか、これは。バステンから、はい、ベラルディ。ルーレットとかちょっと使ってみたい。ああ、ファールだろ、は？あ、だよね、びっくりした。さあ、ベラルディね、フリーキック能力も高いので、これは決めます、ベラルディ。もう壁上だな、普通に下とかじゃなくて。カーブはどうなんだろう、まあまあ曲がるけど、これぐらいでいいか。80ぐらい、これぐらい。どう？一発勝負。いや、惜しい。はい、ペドリー。お、ベラルディいける。ベラルディ行ったな。本当はパスだけど、そのまま行っちゃう。ドガン、ナイスー。4点目。お、また抜け出す、ベラルディ。これでルーレットとか、あー、まあまあまあ、オッケー。うわ、惜しい。ドリブルいいね、なんか。結構ね、身長確か180ぐらいあるのかな、だったけど、意外とね、ドリブルが軽いっす、ベラルディ。シューキャン入れて、こっち行って、はい。打てる？うわー、惜しい。まあ、逆足はね、正直確かそんな良くなかった。普通普通だった気がする。お、ベラルディあるか？一回預けて、はい。ベラルディ行っちゃって、取れる！よーし、来たー！ルーレットからのドーン！素晴らしい！ベラルディ無双！素晴らしい！待って、でも、これでベラルディが1点取れば、ダブルハットトリックだ。もうラストプレイだね、これ。どうしよっかな。一旦ここ出して、トラップスルーいけそう。うわ、やべ、ミスったー。ちょっと待って。あ、相手なんかもう、投げやりになってる。ドガーン！くそ！いや、でも、どうです？ベラルディ5点よ。やば。さあ、ということで、もう十分見せれたとは思うんですが、まあまあ、せっかくなんでね、もう1試合だけ行きましょう。ラスト1試合で。はい、今日は2試合構成でね。さあ、ベラルディ、調子はせーの。好調、ナイス。あ！やべ。ごめん、そうま忘れてた、さっきの試合。ベラルディが暴れすぎてて忘れてた。ちょっと出そう、この試合は。必ずそうま出します。よっしゃ、行くぜ。さあ、ということでラスト1試合行きましょうか。お願いします。さあ、ベラルディ、この試合も活躍するか？いいぞ。はい。一旦預けますか。待って、ネイマール取れない。あ、いいよ。待って、落ち着け。ここ。よし、ベラルディ。で、一回パス出す。無理か。あー。ちょ、待って。ベラルディにどうしても出したい。あー。待て待て、まだあるか。まだあるか。ここでベラルディ。いいよ。こう出す。パス能力もいいからね。うん、今ずれたけど。あ、取れるよ。ベラルディ来い。ベラルディ、ベラルディ、そっちじゃねー。ベラルディ出したいけどな。いや、通るか。いや、無理か。いや、通る。一回シューキャン入れる。はい、かわす。ドリブル能力も高い。はい、で、ベラルディ、はい、ダブルタッチはできません。一回出す。いやー、でもさすがにベラルディ通らん、それは。こうして、こうして、はい、出す。抜け出し、きたー。あ、もうマジで強い、マジでいい、ベラルディ。あ、もうガチスカ確定です、今週。いい、いいぞ、これ。あ、これ来たわ、絶対来た。はい、ここが抜ける。はい、ワンシュー、気持ちいい。さあ、相馬行きましょうか。どうなんだろうな、相馬は利き足は右だっけ。ああ、右だね。であれば、こっちの左サイドハーフがいいかな、個人的には。まあ、本適性というかね、登録ポジション右ウィングだけど。まあまあまあ、これでいきましょう。相馬ナイス。相馬行こうか。どうだ？おお！相馬いい！相馬、ガー！調子乗った。おお！相馬行くか？相馬。相馬行くか？で、ここに出す！うわー！さあ、ベラルディ、ハットトリックしたいな、2試合連続。
飯取れないかな。そこ、ああ惜しい。待って、まだ時間はある。87分か。いやーラストちょっと頼む、決めさせてくれ。よし、ナイス。ここで時間帯いくよ、相馬。よし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 、行こう。あるかあるか、いいよいいよ。で、こう出す、で、ベラルディ出す、で、抜けて、うーて、よーっしゃー、来たー、2試合連続ハットトリック、勝ち申したー、ベラルディ、クソ大当たりです。